お疲れちゃんです。ロットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらの新鋭対ロイホグデッキねやっていきたいなと思います。今まあババコヤプラスロイホグだったり、まあメガナイトプラスロイホグだったり、まあいろんなロイホグの形もあるんですけど、まあ今日は新鋭対のねこのデッキやっていきたいなと思います。でなんと今現在のね、世界1位がですねこのデッキですね。はい、新鋭対で世界1位に行ける、まあ、時代が来ましたね。なんか前までだと、まあ、ありえないというか、なんかそういうカードでこう、まあ、上がってもまあ、なんか何百位とか何十位とか、世界一まではちょっとないかなっていう感じだったんですけど、新鋭隊で世界一に行ける時代なんで、ぜひ皆さんもね、あの新鋭隊を使いましょうというわけで、しかも、なんならこのデッキ、ウルトラ入ってない説がね、ありますよね。マスキ新鋭隊、スケドラロイフク、まあ、あとなんか、ファイボタルファイボウッドかファイボタルとかなんで、結構ね、ありよりのあり説があります。というわけで、相手今回、ランバージャック、まあ、ジンギーかなこれ。だって、ロイフグ切破するだけで多分勝ったっすよ。グッドゲームって言っちゃいたいつも。このゴリラが強いです。あとスケドラ？あ、待って。やべえ、調子こいた。負けそう。ちょっと待って。いや、でも、コスト、ごぼうりのコストが溜まれば、いや、いい。スケドラお前優秀だな。ごぼうりが溜まれば、オッケーオッケーオッケー。で、相手のあの三角あんまちょっとね、関わらせたくないですね、こっちに。一回、受けることもできたんですけど、こっちはね、確実に受けていきます。さあ、メガナイト、ダクネ、ランバー。何？ゴレの枠、メガナイトにしちゃったみたいな。そんなサプライズいらないんですけど、まあ、とりあえずね、まあ、マッチ、これランバー来たら、ああ、ウッドでね、まあ、さすがにこれ受けますよと。で、メガナイトが、回ってない気がするなぁ。ダクネ、スキアミ、サンガゴ。もう一枚出さないとメガナイト、あ、これでメガナイト回って、メガナイトで踏まれて、フルカウンター来て、やべえ。いや、今の回。今の回。ってことは今コストを貯めてる。まあ、これに、まあ、バルーンを添えたいんじゃないでしょうか。一応、スケドラ高め出して、あ、めっちゃファイブハイ。やべえ、ミスった。あ、でもいい。なんなりいい。で、つって、いや、めっちゃいい防衛してる。なんか、今、5打ったんですけど、あの、スケドラ出したから、まあ、なんか来ると思ったんですよ。スケドラとか、なんか遠距離、ウィザードとか、まあ、そういうのが来ると思って、5打ったんですけど、来なかったけど、まあ、守れたからいいかっていう。あ、待って、相手のターンは残り1だ。別に嫌がらせしようとか、何もそういうつもりはね、ないんですけども、たまたま1で、しかもまあ、どうせなら折らない方がいいかなっていうね、思いもありつつ、折らずにちょっと戦おうかな。で、多分ファイブ、あ、ヤズアップで多分溶けちゃうんですよね。いや、これは、でも守った方がいい気がするな。いやー、耐えろ。いや、でけえ。これ耐えたらでけえし、なんならヒースピがこれとどめ刺すぞ、お前。とどめ刺すのは刺してくれて、まあ、いっか。まあ、いっか。で、1000なので耐えれますね。うん。で、これちょっと一回ウッとして、からの、で、ヤズアップなので、このマスケがいれば多分さすがに耐えれそう。フリーズとかもワンチャンありえないこともない。OK。さあ、ここはもうゴリっちゃって、相手に、まあ、防衛のコストをね、咲かせることによって、多分、ヤザップは間に合いませんよね。グッドゲームと。危ねえ。ちょっと危ないですね。まあ、まあまあまあ、まあまあですね。はい。というわけで、まあ、現在、世界一がこれなので、ちょっと今からね、世界一行くまでの動画になればね、負けるまでとか。世界一行きたいですね。今シーズン。あともう、マルチ1週間ぐらいかな。結構早いですよね。今シーズンもうちょっとで終わるので、ちょっとね、トラグ全然やってない。あと1000ぐらい上げないといけない。大変ですけども。まあ、マルチはちょっと頑張りたいなと思います。さあ、今回、来ましたね。ミスターリゴレ。世界一 PS がいらないと言われてる、デッキでございますけども、どうなんでしょうかという感じですね。さあ、しかも、ボンバー入りですね。よりこう、なんか、デッキパワーをね、マシマシに、してるところなんですけども。いやー、私の防衛がなかなかいいですね。いや、ボンバーやばいですね、これ。やばいですね。ボンバーが、マジで、なんでやるボンバー入れちゃったんだって感じなんですけど。よしよしよし。これはもうね、あれだ、無捨てですね。はい。豚が4体か。はあ、こいつらはまあ無視でいいだろうっていう感じでしょうね、相手としては。で、エリゴレ、うん。いやー、なんだこれ。
なんだこれって試合になりますね、これ。まあ、勝てばいいか。勝てばいいので、頑張りたいんですけど、やべえな、この相手の立ち回り。結構ヤンキーすぎじゃないですか。結構ヤンキーですよね。さすがに。あ、これはファイボで、多分神ファイボになる、これ。で、ライドラを打ってくれて、ライドラが死んで、オッケーオッケー。で、いや、ヒーラーちょっとやべえか。いや、でもこれ許容して、なんなら、このアドでワンパンしたい。端前死にたい、無理か。一本おられようが、いや、間に合うな。間に合う。オッケー、これで、もうこれで勝ち？あ、はい、俺の勝ち。よいしょ。いえ、で、ライドラが、多分、右サイドに来んのかな。てか、相手積んだよね、これ。はい、ナイスグッドゲームですね。まあ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 、ボンバーがね、いたんですけど、ボンバーとライドラに5打ってたのめっちゃでかいですね。さあ、というわけで、順調にね、勝っていきます。世界一まで、あとトロフィー950ぐらいですかね。はい、頑張りたいと思います。なかなか遠い道のりですけどね。これね、なんだろう、何に多いんだろうね。やっぱ、親衛隊って、まあ、ウィザードだったり、まあ、メガナイトとかに弱い印象があると思うんですけども、このゴボリが、こう、まあ、ウィザードとか、まあ、メガナイトの、こう、受けとしては優秀なので、まあ、そこをなんか、こう、補ってるんですよね。相性悪い部分を、他のカードで補い合ってるので、まあ、結構何にでもね、戦えるイメージがあります。よいしょ。さあ、というわけで、どうしようかな。どうしようかな。暇だな。まあ、一旦降り置くのがいいですね。で、まあ、一個高めに僕は最初置きますね。まあ、逆サイフォグとか来ても釣れるっていう感じですね。さあ、ディガー。今の環境ディガーだったら、まあ、ラバかバルーンか、ぐらいかな。で、ここ一旦待って、さあ、ハンター？ハンテル？ハンターディガーはね、わかんねえ。ちょっと待って。本当にわかんないんですよね。まあ、バルーン、いや、わかんないんですよね。ジャイでしたね。さあ、ジャイです。相手のデッキは。なので、これは、親衛隊が大活躍しますよ。で、親衛隊にってあれ、思ってる以上に削るんですけど、そのマスケはいいマスケですね。で、ここでまあ、ロイフグを裂けば、ファイボを使うか、ファイボですね。今回相手は、スペルかファイボと。ジャイプリのマスケのファイボに、ハンター入りですね。ジャイプリマスケの、あとディガーも入ってるというところですね。で、ちょっとアド取ってる気がしますね。どうしようかな。ウッドでカード回ししまーす。なんか檻を置いた時にディガー飛ばされたら、ちょっとなんかかわいそうじゃないですか。わかります？檻の。この何も活躍しない感がちょっとかわいそうなので、一旦檻はね、置かずにね、やります。まあ、ここ溜まったらさすがに置くかな。まあ、でも相手のがちょっとコストが、微妙にあるんだよね。よいしょ。さあ、マスケから入って、これ逆サイ飛ばしていい気がするな。飛ばしたら、まあ、プリンスかハンターで受けられるんですよね。オッケーオッケー。で、ここを、まあ、後ろにプリンスつけられたら、親衛隊がいるんでね、最強の壁。うい。とりあえずね、これで、まあ、親衛隊出して、まあ、相手も分かってますね。多分、ジャイプリ、プリンス出しても、親衛隊来るから、っていうので、今、プリンスを出さずにね、プレイしてるんかなと思います。さあ、相手としてはこれ非常に厄介だと思いますね。しかもファイブザップなので、多分このヒースピがね、絶対回復してくれるんですよ。で、僕が攻めた逆サイが、まあ、落ちるっていうのは親衛隊あるあるだと思いますね。さあ、檻からの親衛隊が間に合えば鉄壁ですね。よいしょー。ナイス。いや、強いんですよね。しかも親衛隊なんか一発の火力が何ポイントか、100から200ぐらいあるんで、威力がね、バカ高いんですよ。さあ、これはさすがにね、まあ、神相性かなと、まあ、言ったところで、グッドゲームで、ございます。さあ、あと、グロイチまでトロフィー920ぐらいかな。もうちょっとですね。さあ、どんどんやっていきたいなと思います。で、まあ、明日もあるので、僕、そう、練習がね、集まるので、ちょっとね、まあ、省略という、世界一までの道のり省略というところでね、もうこれ勝ったらね、終わろうかなと思います。よろしく！さあ、相手は、墓石ちゃんですね。もう確定。墓石で確定ラバルですね、今回の相手は。
なので親衛隊を、まあ、出すタイミングがすごい大事になってきますね。積極的にマスケスケドラで回してあげないと、まあ、体育がこの2体しかいないので、まあ、なんならここでラバなんてつけられるようなもんならもう泣きたくなっちゃいますね。いやこれ親衛隊蓋していい気がするな。でもうい、あ、5ザップ使ったってことはこのコデスケドラで全部守れますね。オッケー。いやこの親衛隊はまあしょうがないか、カード回ししゃーなしで、でバルーン来たらファイブ防衛もできる。オッケー。あースケドラお前パピーに負けるやんけ。弱いんですね。まあまあまあ、でこっからですね。でロイフグ飛ばしたら、まあ、ババがいるんですよ。ババが、うん、ババが厄介なのと地味にね墓石も厄介なんですよ。一旦基本的に守りからですね、基本的に守りからいかないと結構こうラバル組まれてワンパンされるっていうのがあるので、いやなんならここバルーンつけられて終わりそうだな。もう一回ファイブザップ打ってくれるか、ユニット来たらすごい嬉しいんですけど、いやこれファイブだけで終わるけど、いやいい、相手は逆にこれにファイブを使わないといけないんでね。それ以外だったら、あーオッケー、ファイブ使わない、なるほどね。いやそれはちょっと新しい、いい防衛降りて釣って、よし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 。いや、これは多分5打たれても大丈夫ですね。で、5ザップなので、このヒースピがやっぱ絶対回復してくれる？いや、そこを、まあ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 、いいでしょう。別にそれはね、美味しい。で、一回ロフグ飛ばしますか。で、ボス的にウッド打っちゃって。で、これで、もう一個ワンチャン引き出せねえかな。さあ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 。いや、いいダメージですね。いいダメージ。で、ここは、さすがに親衛隊行ってもいい気がするな。親衛隊行くだけで、相手はこう、まず防衛しないといけないんだよね。よいしょ。はい。で、ロイフ、あー、出た。あれ、端前に降りたら、多分バルーン先行するんですよ、これ。このね、バルーン先行技でね。やべ。バルーン先行させて、まあ、マスクで守るっていうのが、結構ね、いい防衛かなと。やべ、ザップ打たれたらやべ。いや、ザップでも5ザップ打ったな。え、これ待って。あ、右が OK、ファイブで落とせる。なんで、一回ファイブで落として、真ん中バルーン来たらやばいけど、相手も守んないといけない。よし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 。やぶね。やばいな。ここちょっと早めに溶かしたいな。真ん中バルーンちょっと怖いですね。うん。いや、でも、檻で釣れる。あ、檻で釣れる。OK、OK。多分大丈夫だな。多分大丈夫。多分大丈夫だと思いたい。いや、ファイブ防衛します、これ。うい、ナイス。うい、来たー。これはね、さすがにもう勝ち確レベルじゃないでしょうか。で、ババーがいたとしても一旦飛ばしていいですね。これにコスト咲かせて、まあ、それをユニットで回収できるのが一番理想かな。あ、ちょっとやばいな。あ、ちょっとやばいな。ちょっとだけね。やばい。待って。あ、これマスケ殴られたの相当やばい。で、真ん中来るか。真ん中来るか。真ん中バルーンいらっしゃい。いや、相手もバルーン出してこないな。あ、ファイブ押さえたら、ファイブ押さえたら押さえたで、これ、ロイフグファイブで終わりですね。一回墓石来ますね。墓石読みウッドからの、一回ウッドからの、ここにババが来る。うん、全然当たんね。全然当たんないんですけど、まあまあまあ、グッドゲームというところで、まあ積極的に、こう、まあラバ出された時に、逆サイをちょっと攻めたい気持ちがわかるんですけど、一回攻めずに、マスケ同サイから入ることによって、まあ守れますね。マスケ同サイから入ってからの逆サイですね。この、一旦攻めてから守るというよりか、守りから攻めるっていう、まあなんか順番がすごい大事かなと思うんで、ぜひ、こちらの世界一位に行けるデッキでございます。ぜひ使ってみてください。というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントどうもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。